臣呂布は可否に攻め寄せた曹操軍を蹴散らした。だが戦勝に喜ぶ間もなく大軍勢が押し寄せる。曹操劉備配下の精鋭が呂布を討つために再度攻めてきたのだ。呂布軍はその勢いに押され可否城に押し込められる。敵は天下の豪傑たち。城は水攻めを受け落城寸前。それでも呂布の顔には余裕があった。やはや曹操め、実に実にしたたかですな。あれほどの陣容、今の天下を見渡してもそうはありますまい。呂布殿、これぞまさに窮地、窮地と言えましょう。窮地、望むところ。強き御仁と刃を交えるは我らにとって無常の喜び。奮戦及ばず敗れるならばそれもよし、死すべき時は潔く死ぬまで。そうであろう呂布殿。ふん、長領、くだらんことを考えるな。俺が負けるなどありえん。相手が強かろうが大軍だろうが全て打ち砕く、それだけだ。両方戦の無双の武、天下に示してやる。